三角バトルです。シーズン中この TV 島にでは多くのファンの皆さんがレプリカユニフォーム、こちらを着てくださっています。ステージへとお願いします。さあ皆さんもお気に入りの選手の背番号、それからネーム入りのユニフォーム、これを着ていると思うんですが、第3回戦金銭感覚バトルではこのレプリカユニフォーム、背番号、そしてネーム付き、この値段を当てていただこうと思います。前にあります、こちらの画用紙、回答用紙に予想金額を書いてください。誤差300円まで正解といたします。それ以上もしくは以下の場合は不正解となります。では代表選手をお一人お選びください。荻野選手対石川選手。ちなみにヒントです。他球団のユニフォームのお値段なんですが、例えば今年日本一になった福岡ソフトバンクホークス、同じ条件でのホームレプリカユニフォーム9400円です。それではお手元の回答用紙に予想金額をお書きください。お願いします。ちなみに、税込みということになります。一応下2桁は00で大丈夫です。アイマスクは必要ないかな。よろしいですか。それでは参りましょう。回答はまず荻野選手からいきましょう。荻野選手お願いします。だいぶ13,000円。田村さんがすごい顔してます。さあ出したままでお願いします。石川選手お願いします。7,800円。反応の差。さあではお答えを発表します。答えは税込み7,900円。ということで角中チーム石川選手正解となります。大変申し訳ございません。一流の選手の皆さんではなかったようなので、ソファーを変えさせていただきます。この差は大丈夫。ちょっとこれちょっと差開きすぎですよ。少しあの高い金額買ってください。さあということで、あっという間にどうも一流の方々はいなかったということで、全て普通のプロ野球選手の皆さんでお楽しみいただいております。